性物質の中で生きるっていう曲。Yeah.
Thank you.
時は流れ
Thank you.
何いつもの人が死ぬということは大変なことです。今回ですね、私たち昨日もいわきでライブして、昨日も話をしたんですけど、私たちの親しい友人でですね、がんの人がいまして、つい先日までうちら九州ツアーやっていたんですが、九州ツアーの途中で、容体が悪化したと連絡があって、そして、昨日いわきに出発する直前に、連絡を受けて、昨日の朝亡くなられたという連絡がありました。その方はですね、私たちが使ってるアコースティックギターとか全部その人のもので使っていいよっていろいろ譲ってくれたり、あとは私たちの足元のエフェクターとか、使ってるギターとかも私たちね、貧乏バンドなんでなかなか直すお金もなくて、すごく昔からなんていうのかな、全部メンテも全てやってくれて、気持ちで全てやってくれてる人で、本当に何年も何年もずっとお世話になってきた人でした。まだ若いんですよ、全然50代で、すごいね、今日明日とかお葬式とかあると思うんですが、行けないし、これでツアー帰ったら会いに行こうと思ってますが、すごく辛いです。今回東京の国会前で大騒ぎしてますが、集団的自衛権が無理やり決まりそうになってますけど、戦地に武器を持っていくということは人が亡くなるということを認めること、そして、今私が感じているような悲しみが大量に無造作にばらまかれるということだと思います。なので私は戦争は絶対に嫌です。国会前にも行きました、7月か、強制強行採決だった日に行きましたけど、何があったの、あなたの言いたいことよ、だから大丈夫とにかく嫌です。戦争が嫌いだとか嫌とかそういうことを言うとさ、なんか現実が分かってないお花畑のだとかね、なんか言うやついるじゃないですか。なんか批判ばっかりしてるよとか思うけど、お花畑の何が悪いと私はとても思います。お花畑最高だよね。お花畑の、だけだと確かにダメなのかもなとか思うけど、お花畑のでいられなくなったら終わりだなとか思うし、ボリューム言わして口にすることはどうなりたいかっていうところ、そうそう、そう思う、私もそう思います、そう、どうなりたいか、それを口にするべきだし、とにかくお花畑だけの現実分かってないとか言うけど、だったら現実の方が間違ってると私は思います。なんでこれから先も、一生死ぬまで、種類のいっぱい、とにかくたくさんいろんな種類を持ったお花畑のでいたいと思っております。というわけで次の曲はですね、誰かの贅沢で殺されたくはないです。Yeah.
これもらっていいですか？でかいです、一応 CD 持ってきててステージの皆さんから向かって右側に出してます。最後にやる曲は一番最新の、シングルから。右はどこです？右よ。あ、ね、そこスピーカーの横。あ、そう、椅子の上に置いて。幕やめたけど、あそこに物販置いてあります。はい、はい、ぜひあのね、幕暗闇だけど後で照らすからあのゆっくり、はい、見てってください。そしてですね、あ、まだ予定でちょっと分かんない、まだ分かんないですが、初、うちら今度今月ですね、福島でレコーディングします。そう、嬉しい、ずっとやりたかったんで、福島でレコーディングして、そのうちシングルしますんで、それもよかったら皆さんあのできた時には聞いてみてください。よろしくお願いします。